はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は生ビールですね。バドワイザー、そういえばね、バドワイザーね、まあそういえばね、この動画で紹介してなかったような気がするんですけど、まあね、ということでまあ買いました。缶のやつがね出てたんで、200円だと思う。ローソンで200円で売ってたんで、買ったんですけど。バドワイザーアルコール度数が、いくつ ?5% で、原材料が麦芽とホップと米。米が入ってるね。うん。キリン麦酒株式会社。製造者がキリンとなってます。本製品は米国アンハイザーブッシュ社のライセンスにより、キリン麦酒株式会社が製造しております。ということは、これは、味が違うのかな?キリンのやつと、そのアンハイザーっていう、いわゆる、バドワイザーの本社の、とは違うっていう味がするんですかね。ちょっとわかんないですけど。どうなんでしょう。違うという可能性が、入れ損、あるんでは。キリンが製造してるってことは、どうなんだろう。若干やっぱ違うのかな。日本風なのかな。久々だな、バドワイザー。夏。ね、夏です。今日がね、今29.7度。今夜の18時35分。今日暑いね。明日なんか36度になるという、新潟がね、36度になるっていう予想らしいんですけど。新潟が36度になる。で、東京は32度ぐらいらしいです。なんか、今週新潟がやけに暑いみたいですね。つまみは、じゃあ、真っ赤。カラムーチョ、辛さ3倍、300%、スーパーレッドホットチリ味。それ、乾杯。おぉ。あ、バドワイザー。あれ?これ、なんか、炭酸が弱い。あれ?炭酸めっちゃ弱い。なんだこれ?あれ?バドワイザーってこんな炭酸弱かったっけ?ほとんど炭酸じゃねえじゃん、これ。微炭酸だぞ、これ。あれ?バドワイザーってこんな炭酸なかった?あれ、おかしいな。注いだ時に抜けたのか。みんなバカな。賞味期限も問題ない。あれ、おかしいな。缶だからか。瓶のバドワイザーはもうちょっと炭酸が強いの。何にしろ、ちょっと。めちゃくちゃ炭酸が弱い。ほとんど炭酸、微炭酸だ。バドワイザー。ググります。このバドガールいいよね。バドガールはやばい。バドワイザーは、アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイスに本社を持つアンハイザーブッシュ社が生産販売するビールである。2008年にベルギーのインベブに買収され、現在はその軒下。軒下って読むの?これ、傘下って読むの?ちょっとわかんないです。1876年に生産が始められ、今では世界一の販売量を誇っている。だそうです。まあ味はね、
香りが弱い。で、苦味も弱い。で、炭酸も弱い。で、味も薄い。のが特徴でしょうか。なんだこれは。コロナビールの方が100倍うまい。100倍じゃねえか。同じアメリカンラガーとしては、コロナビールの方が好きですね。香りがコロナビールの方が強い。香り弱いね。バドガイザ、久々に飲んだわ、これ。バドガール。ああ、エロいですね。エロい。とにかく、これバドワイザーはね、女の子はね、日本人が着るもんじゃないですね。やっぱアメリカンの、あれが着るやつ。金髪、パツキンの姉ちゃんが着るべき。日本人が着ても似合わない。ね。やっぱパツキンの姉ちゃんが着ないとダメっすよ。ブロンドの髪のね、人が着ないとダメ。苦味も弱い。炭酸も弱い。なんだこれ。まあ。まあね。まあ、アメリカンラガーですからね。まあ、アメリカの人はやっぱり、なんて言うんだろうな。やっぱ味濃いものを食ってるから、それにその水みたいなビールを飲みたいっていうことなんじゃないですかね。日本人にはあんまり薄いとかって言われますけど。まあ。個人的には、ちょっと、まあ薄いかなっていうか、バドワイザーはまだいいと思う。ハイネケンがまずかった気がする。俺の予想。ハイネケンがむちゃくちゃまずかった気がするな。で、コロナエキストラはうまいんですよ。とにかく。全然美味しい。バドワイザーよか、はるかに美味しいと思う。ライムを入れてね、飲むのがね、うまい。あ、あとレーベンブロイとかがあるか。これドイツか。レーベンブロイも同じような味だと思うけど。ハイネケンはオランダ。バドワイザーは、まあ、薄いですねと言われれば薄いですけど、まあ、まあ、美味しいですかとやれば美味しいです。俺は。夏にはね。あくまでも、こういう夏30度ぐらいの時に、飲むのは、うまい。ああって。なんか食いながら。ただ、ちょっと苦味が足りないっていうか、全然苦くない。このビールは全然苦くない。ので、もうちょっと苦味があった方がいいなと、は思いますけど、ね。チキンを食いながら食いながら飲むのが、ね、いいんじゃないかな。まあでもやっぱりそこの程度で言うとやっぱスーパードライには勝てないでしょ。喉越しというか炭酸の強さと。まあバドワイザーとスーパードライも結構似て非なるものでもあるけど。結構似てはいるよね。日本では一番売れてるのが朝日スーパードライですから。まあそれとまあ似てるっちゃ似てる。ただ、圧倒的に違うのは、
まあ、ビールの濃さも違うし、あと炭酸の強さも全然違うし、苦味もあるかないかでだいぶ違うし、方向性としては喉越しとかの、その、辛口っていう意味では、方向性は一緒なんだけどね。なんでこんなに違うんでしょうか。まあ、このバドワイザーは、まあ、非常に水のようなビールといえば、そうなんですけど、まあ、にしてもちょっと香りも弱いし、麦の香りもあんまりしないんですよ。これだったらオリオンビールとかさ、ね、あれも同じような感じだよね。まあでもスーパードライのあれだよな、炭酸の強さって言ったらスーパードライですよね。スーパードライは非常に炭酸が強いって思いますね。これを飲んだ後だと。てかこれこんなに炭酸弱くて大丈夫ってレベルなんだけど、どうなっているんでしょう。俺炭酸飛ばしたかな？缶振ったりしたから炭酸飛んだのかな？全然炭酸ないんだけど。どうなってるの？マジで言ってんのこれ。で、あとハートランドビール、これですね。キリンのハートランド、最強。なんていうかな。アメリカンラガー的な感じのビールの中では多分、キリンハートランドビールが一番うまいと思うね。時点でコロナエキストラか。夏に飲みたいビール、ナンバーワン、ハートランド。か、1位、微妙。ハートランドとね、コロナが同率1位ってぐらいだな。俺の中だと。で、2位が、スーパードライかな。スーパードライ。スーパードライとオリオンビールかな、多分。まあ、どっちも同じ会社っていうか、まあ、同じ会社でもないのか。結構似てるよね、会社がね。会社が似てるっていうか、言い方おかしいけど。沖縄で作られてるのはオリオン会社なんですね。株式会社オリオンだと。だけど、本州で作られてるオリオンビールはアサヒなんですよね。まあ、バドワイザーはまあ、あんまり夏に飲みたくなることもないけど、まあ少なくともあんまり別にっていう感じで、他に飲むものいっぱいあるし、飲んで美味しいのはいっぱいあるしっていう感じはしますけどね。わざわざバドワイザー選んで買うかっていうと別にって、これが値段200円だったかだから、コンビニで200円で売ってたんで、まあ普通180円ぐらいですかね。それだったら別に買う必要ねえよなーって感じにはなると思いますけど。味薄いし、香りも薄いし、炭酸も薄いし。ねえ。まあ、薄いから、まあ、まずいっていうことでもないんですけど、まあ、確かに夏は薄い方がいいような気もしないでもないですね。暑いんでね。暑いんでねっていうか、まあね、あんまり濃いのも飲みたくないっていう場合もあるんだけど、まあでもやっぱ夏っていうと、わざわざこれをね、
求めるかっつうと。これだったらわざわざグラスに注ぐまないでさ、俺そのまま飲んだ方がいいよね。もしくは瓶のやつ買ってそのまま飲むかね。ね、なんだ、ラッパ飲みした方がいいとは思うんですけど。ちょっとね。まあ別にわざわざこんなもん買って飲むようなもんでもねえなと。とにかく、というか、冬に飲むもんではないことは確かです。絶対。全然美味しくないから。コクなし。甘みも特になし。甘みも特になしでもないか、まあ普通ぐらいか。香りもまあ弱いってとこでしょうか。まあ、わざわざこれは日本人は買う必要ないでしょう。日本人ならスーパードライを、ね、夏はスーパードライでいいと思います、僕は。1323です。ご視聴ありがとうございました。